いいと思いますよ。1位、それで俺違ったね。師匠もやったじゃないですか。一人じゃねえか。やべえ、また熱出すぞ。まだ足りない。はい、ありがとうございました。びしょびしょ。念願の初優勝、今年初めからずっと優勝を目指して頑張ってきたんですけど、なかなかスタイルが取れなくて、今回初めて優勝することができました。諦めなくて良かったと思います。ありがとうございました。おめでとうございます。
ます。嬉しい。なんでダメですね。なんか濡れたね。濡れた。汗が泣いちゃった泣いちゃった泣いちゃった。濡れたね。濡れ。ほら。自分で被ればいいね。ほら。自分で被ればいいよ。何持ってきたね。おかしい。はい、続いて第2位の発表したいと思います。あれ濡れちゃう、54ポイントですね。54ポイントあれ、山崎さん。おお、やったね。しまったじゃん。来たー、来たよな。チャンピオン、あれ来ますよ。チャンピオン来たよ、多分これ。来ましたよ、これ来ましたね。はい、俺泣きそうなんですけども。フリースタイルチャレンジ2010年度シリーズチャンピオンを発表したいと思います。誰だ。いねいね、帰っちゃったみたいよ。58ポイントですね。あお、はい、それでは発表したいと思います。今46だから、あ、俺4位だ。シリーズチャンピオン、上来た、上誰か。おめでとう。誰か上にいるし。遠慮はやめぞ。ありがとうございました。はい、いいですか、どうぞ。シリーズチャンピオンは川端ひとりさんでした。チャンピオン、チャンピオンなりたくないね、あれ。嬉しいね。はい、おめでとうございました。はい、皆さん、上位6名ですね、大きな拍手をお願いいたします。チャンピオン、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 びちゃびちゃだけどすまん、びちゃびちゃだけどすまんです。なんか川端さんツヤツヤしてるね。どこも走ることが5分になってしまうかもしれません。それがスケジュールに挑戦してみてですね、